次の目的地を選んでくれ。次の目的地、ミサイルか炎が効きそうな敵。電波塔のこの空飛んでるやつも意外に雷弱点そうなんだよな。ミサイルは追撃をするから忍者が弱点みたいな発想でいいかい。タイヤ行くか。タイヤ行こうか。鉱山。状況説明。ナンバー4、ミックの反応はすでに途絶えています。最後に確認されたのがこの鉱山地帯です。ん、違うよね、やっぱ行ってないよね。さっき行ったのは基地だもんね。これもしかしてあれか、弱点武器教えてくれてるのか。バットが弱点だぞと。だとすると、ほら、そういうことか。こちらパイロだ。中はひどい有様だな。暗いよね。ずいぶんはしゃいでるようだ。俺ならともかくベックでは進みづらい場所もあるだろう。なるほどな。慎重にな。どの武器使えばいいよ的なヒントがあるのかな。それを考えるとここか。行ってみるか。よし、準備は OK かい。システムレディーゴー。砂漠みたいな三角、三角炎になっちゃった。あれ？ゲージつ、あ、それだけ消費するってことか。L1 で変えて三角で変身。うん、OK。マイティナンバー4、ミックの反応が最後に確認された地点に到着しました。これクラッシュコインだ。もう一回押したら爆発した。もしかすると彼はもう。あいつはそんなヤワなやつじゃないさ。そういうことね。よし、ノーマル、ノーマルバッターに戻ろう。やってやる。やってやる。すごいの見えてる。これもしかしてあれか。これを壊せるわけではない。まあまあまあ、わからん。仕掛けはわからん。今度こそか。あ、上が壊れた。そこじゃないんだ、壊れるの。このブロックが壊れるのかと思ったら、そっちじゃなかったっていう。ロックマン2の時に見たし、これ。行ったり来たりだよ。戻ってくるのか。これが壊せるんだよね。多分やってやる。うん、なるほど。あ、即死か。一瞬ちょっと予想がついたんだけど間に合わなかった。あれ、これ挟まると死ぬんじゃねって思ったけど死にやがった。 IT ナンバー4、ミックの反応が最後に確認された地点に到着しました。信号は途絶えてしまっているな。もしかすると彼はもう。あいつはそんなヤワなやつじゃないさ。メック、注意して探してやってくれ。なるほど、あの上のやつが壊れるんだね。こうやって無駄に死んだわ。2機ここで死んだからもうこのまま死のうかって思うけど。マイティナンバー4、ミックの反応が最後に確認された地点に到着しました。さあ、というとさあっと。今は信号が途絶えてしまっているな。もしかすると、どうせ初見でノーダメなんて無理だから。あいつはそんなヤワなやつじゃないさ。メク、怖いわ。探してやってくれ。やってやる。やってやる。やってやる。これは普通はこうやって。こっちからこうやっていくのが正しいですね。警告、ベックとの通信状
うん、間違いなく途絶える。ミックはその先にいる可能性が高い。問題ない、そのまま進んだベック。そういうこと、え、あ、そういうことね。即死の罠多いな。全然理不尽ってことじゃないけど、初見だと死んじゃうよっていう。あと死ぬの結構早くなかったって思った。無理して取ったけど、あんまりここまでする価値はなかった。あかん。ふう、隠しの罠が多いね。ひたすらに何これ、黄色状態なら即死しないとかないの。こいつら爆発するのか。いやらしい。ハレキックダメだったのかな。なんだ、回復ありがとう。嫌な予感しかしね。どっちが正解の道、間違ったらその時点で死亡っぽいんだよな。聞こえますか、左右どっちが正解、右かな。こういうことか。あ、こういうことだな。よし、ここ大丈夫だね。初見だときついよこういうの。特殊でしょどうせこんなの。油断しなくても死ぬやつじゃん。ここキャップか、ちょっとキャップとか分かりにくいんだよ。これはショートカットできるパティンか。行った先がどうなっているのかが見えないのがすっげえ嫌なんだよ。まあ行きますか。次上が行ったら行こう。ゆっくりだからね、この後追っていけばいい。ルートがわからん。あ、なるほど、本当はこうやって逆走していくんだ。おお、バット。戦うために作られた我が輩にかなうと思うてか。バットの声あれだよね。どうしてこんなところに。博士に頼まれてな、随分心配しておったが、ここだけ壊してくれるの結構チャチーな。博士ありがとう。バット、おい、もっと壊してくれていいんや。ああ、やってやる。あ、こうか。やってやる。はよ、はよ、降りてこい。こういうことでしょうか。あ、ちょっと待って、これ死ぬやつや。え？え？ちょっと待って。生き方が普通にわからん。さっきのどうやって行くねん。え？あ、わかった。こういうことか。これむずいって。
って感性下手に乗り上がってよ、あのまんまああやって真上に飛んで落ちるっていう。初見殺しだらけじゃねえかよ。もしかすると彼はもう、ピックアップとか確実に取っていこう。ボスもきついし、そっちじゃない。あとね、武器の変更めんどくせえんだけど、スタートして普通に交換でいいじゃん。アクセルリカバーやってやる。やってやる。まあ、やってやる。よし、よし。やってやる。よし。警告、ネックとの通信状況が悪化しています。このまま進むと通信が途絶える恐れがあります。つまり、ミックはその先にいる可能性が高い。問題ない。なるほど。死ぬ死ぬ。はい、わかりました。うぅ、もうこの人に即死が多すぎてしんどい。精神使うんだよな。かかってこい。よし、よしよしよし。うわぁ、もう分かってるから特に困ることもないけど、え、ガンキャップは取っときたいね。まだボスまですらたどり着けてない。ほら、よっと、ハハハハ。一つないだけで全然楽だな。さあ、もっと博士に頼まれてな、随分心配しておったが、無事なようで安心したぞ。無事なようで安心したろう。博士、ありがとう、パッド。よっ、上に行っちゃったらダメ。はい、帰ってきて。超ジャンプ。はい。無駄にむずいぞこれ。めっちゃむずいとこじゃないんだけど、気使うんだよね、プレイ。あれがあることで、こうか、こっから行くと多分余裕なんだろう。下押しながらで降りれるかな。降りれた。なるほどね。はあ、そうね。また来てる。そういうことね。上と下とルートを見つけていけ。そしたら安全に行けるよ。バット。ナイスバット。ふう。この程度で本当はその上で待っておくのが正解っぽい。これを引くと、あ、こうやって行けるってことか。なんか引っ張る電気かと思ったらそういうのじゃなかったよ。そろそろボスだろう。バットが弱点かな。お、ガッツマン枠。ミク、よかった。ミク、よかった。博士の言った通り。まあ当然のごとく狂ってる。ガッツマン枠だ、この人。暴走してる。だったら僕が止めなきゃ。
博士が僕に任せてくれたんだから。だからこういうことか。お手間ではで。おお。ちょちょちょ。一回目はちょっとやめよう。パターンを見ないともったいないね。危ないわ。せっかくの必殺。わ、ここが掴めるのか。どうやってかわすんだろうって思ってた。で、上から来るぞ、気をつけろと。なるほど、上にも来んだ。グッと。で、ジャンプで普通にかわせる。2回目来る。なるほどね。もう一個上あるじゃん、そういうことな。ヘルメットをかぶってなければ即死だった。よし、とりあえずパターンは大体分かった。ちょうだいちょうだい。そんなに、そんなにくれるんだ、ありがとう。まあパターンは分かった。当たり判定ある。1個目じゃダメだった。貫通あるとすげえ楽だな。早めに飛んどくとダメージ与える。解像度が広くなったせいか画面端まで届かない。こういうことだな、多分回避の仕方は。また来るか。これは回避の場所が近い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 。回避できなかった。意外にかわせん。おりゃおりゃおりゃ。おおそうと。一回ミスったらもう諦めた方が早い。これいけんじゃない。やめてよミック。で、で一つ短くなるっていうね。じゃあ次を勝ちに行こうかな。毒の場お前だ。こういうことだ。今回で勝っちゃうんじゃねこれ。いや早すぎた。よし、じゃあ次勝ちに行こう。ガードの上から無理やり吹き飛ばせるっていう。圧倒的弱点武器。弱点つくと余裕だな。弱点つくと余裕だな。まあロックマンってこういうゲームだけどね。お願いだ、正気に戻って。ノーマルでも勝てなくなかったな。はっ。レック、現場は危険だって言ったろ。現場は危険だって言ったろ。やったぜ。まあ C だけどね。障害獲得スコア、10万か。タンクになっちゃった。タンクベック。
ストーリーちょっと進んだか、3人倒したら。なんだってんだこの暴走の仕方は。パターンが点でバラバラじゃないか。お前の頭の方。対象の正常化を確認。ドクターホワイト、追加のデータを転送します。そういえばコールは暴走せずに済んだのか。そういやそうだった。まあメンテ中でたまたま電源を落としていてね。動いていないロボットなんか起動してたのに。さすがに暴走させられなかったみたいだよ。暴走してないじゃないか。ああなるほどな。動いていないロボット。まさか。いやそんなことは。どうしたウィリアム。そうだ。そうそう暴走しないといえば。そもそもベックが暴走していないじゃないか。サンダー博士、次はどこに向かいますか。次どこ行く。おっと、ちょっと待ってくれよベック。いいかウィリアム、君の悪い癖だ。あまり一人で抱え込むんじゃないぞ。さあ、次はどこへ向かう。 RC で EX モードってあんな。あ、こっちに行くだけか。用意したぞ。私の作った次の目、新たなチップス。チップスの確認や。チップスは。チップスだいぶ増えたな。アタックエネルギー。時間経過で少しずつ回復してるのか。なんか使ったのに回復してるなって思ってたんだ。たまには確認しないとねこの辺。リセレクション。あ、ため打ちができる技もあるってことか。なるほどね。ストロングチャージ、キャタピラにして走行します。空中では踏みつけること。マリオかい。アクセルシュートし、あとこれか、リモートキャノン。まあ言っちゃうけどクラッシュボムだよねこれ。アクセルシュートし、消費エネルギーダウン、減るんだ。攻撃力アップする。テクニカルボーナス、つまりオークスコアがもらえるぞ。滑る地形、世界滑るよ。チャレンジ、アイテム、あったあった、強化セル、アクセルリカバー、ライフタンク、パッチ、エディバク、ボスバトルのポイント。あーやっぱほっとくと回復されちゃうんだな。弱点属性、ノーマルショットが弱点のボスはいないよって。つらそうだよ。リセレクション、リセレクション、アクションシフト、R2 と四角でこんな攻撃ができるんだぞっていう。そういうことできるんだ。R2 を押しながらで特殊な行動、アクセラレート中。もう使ったことないな、そういう。あれ？あ、こんなんあるんだ。吸収。攻撃力アップ、移動力アップ。あ、リカバーは体力回復か。やっぱ見ないとわからないとこあるね。へえ、こういうのがあったのか。アクセルリカバー、
そういうルール何にも知らないままやってたな俺。ほんとそういうのもあるのか状態じゃない。2はもしかしてあれかな、いわゆる遺憾なのかな。オーケー、オーケー。ダイレクトチェンジ L3、 そういうのもできるんだ。アクセルリカバー仕様は真ん中ボタン、タッチパネルボタンだ。うん、これはあれだね、 L2 で変えてやりゃいいから別に使わなくてもいいかな。よし、ちょっと確認 OK。 はゲームを進めることで追加されます。こまめに確認することをお勧めします。確認することをお勧めします。次の目的地を選んでくれ。